急用ができてしまった。買い出し任せていい？うん。後で連絡する。少し非常識じゃないですか。それで、今日はどんな事件です？ヒカリオのホールで明日から行われる宝石展に予告状が届けられた。まさか、怪盗ロマンギーガー？ああ。今回ばかりは取り逃がすわけにはいかない。まったく、人の予定も考えずに犯罪予告出さないでほしいですよね。頼む、君の力を貸してくれ。こないだラブホテルでひどい目に遭ったばかりなのに、人使いが荒いことで。すまないとは思っている。だが俺たちだけではどうすることも。しょうがないな。今度、とびきり美味しいロールキャベツをご馳走してください。それで手を打ちます。ロールキャベツ？まあ、それぐらいならいくらでもお安いご用だが。よろしく。中で何してるのかな。いかがわしいこと。え、でもあの男の人は刑事さんだよね。刑事だからって全員が正義の人だとは限らない。お待たせしました。今日も決まってるな、ミニスカ捜査官有村ひなえ君。お褒めいただきありがとうございます。それじゃ張り切って現場に乗り込みましょう。有村さんは普段は女子高生だけど、それは仮の姿だったんだ。その正体は女子高生ミニスカ捜査官。重大事件の時にだけ召集され、犯人を華麗に捕まえるんだ。有村さんにあんな秘密があったなんて、これは大スクープだぞ。新聞部ですっぱ抜こう。ミニスカ？たく、何言ってんの？え？冗談だよ。あんまりたくらしい冗談じゃなかったな。それとも実はそういう趣味だったとか？違う。本当にミニスカ捜査官が趣味じゃない？そんなことより有村さんと刑事の関係を避けらないと。